はい、ということで AI ニュース1分解説のコーナーでございます。最近気になる時事ネタありますか？ ありますね。あのスーパーシティ法案が可決されたということで、じゃあそのネタを。あの AI に関する法案ですね。そうです。はい、ではそれについて1分で解説していただきたいと思います。準備はよろしいでしょうか？はい、大丈夫です。はい、ではいきます。よーい、スタート。はい、5月27日ですね、スーパーシティ法案とも呼ばれているんですが、国家戦略特化法改正案がですね、参議院で可決されましたというニュースが結構話題になっています。でこのスーパーシティ何かというとですね、全国で5カ所程度選定するんですが、複数の分野で今さまざまな規制がありますよね。だからそれって結構この AI とかの活用を妨げているということで、複数の分野にまたがる規制を一括で緩和することによって、キャッシュレスとか自動運転とか、あとは何だよね、ドローンの活用とかを進めようという法案になっています。で全国で5カ所の選定をするんですけれども、その5カ所を皮切りに、日本全国で、自動運転とかドローンとかの活用が進めばいいなという構想になっていると思います。で、これちょっと、もう50秒ぐらい1分で話しきれないので、また別で動画でもまとめさせていただきたいと思います。はい。